せーの、ぜ、ここだ。それからしばらくして。ここにしんのすけがいるって話だったよね。うん、そう言ってたよ。ブツブツ。え、奥から話し声が聞こえますよ。あ、あれはしんのすけだ。いた。またそれかぶってるよ。お前ほんまトラ好きだな。あれ、ちょっと待って、ここで出てくるの君。部活がどうのこうのとか言おったんじゃなかったっけ。あれ、ふふふ、ん、誰かと話している。先輩とあったな。女の人、スキャンダルですね。わ、九条しんのすけ、女と密会、スキャンダルですね。学校新聞にあげてやろうか。うちの学校の生徒でしょうか。どうしてしんのすけがあんな嫌いな先輩と。なんだかいい雰囲気。それで今日はどうしたの。こんなところに呼び出して。それはお前にこれを渡そうと思って。これって、あ、しんのすけくんが何か渡しましたよ。あれは封筒でしょうか。封筒。本当に本当にすまなかった。泣いてる、泣いてるのはこの女の子のためね。俺のせいで。もう泣かないでよ。過ぎたことだし諦めもついた。私は気にしてないよ。でも、でも、え、なんだこの状況。あのしんのすけが泣いて謝ってる。でも先輩の方は怒ってるんじゃなくて、むしろ笑顔というか優しい表情してる。え、先輩が封筒の中身を確認しましたよ。あれ、なんか先輩の様子が。あれ、何これ。え、なんでいきなり泣き出すの君も。封筒の中身見て。おいおい、今度は先輩が泣き始めたぞ。一体何が起きてるんでしょう。情緒不安定かこいつらは。しんのすけ、これどういうつもり。私はこんなもの望んでない。こんなものいらない。先輩がしんのすけくんに封筒を突き返したって、あれはお金。しかも結構な額。二人の間に何かあってんだろう。なんだ、あの女の子の弟あたりがなんか犠牲になって、それが自分のせいだと思って責められるヤンキーの構図みたいな。この状況わけはわかりませんね。もういい、私帰るから。ま、待ってくれ、頼む、せめてこれだけは受け取ってくれ。そんなお金絶対に受け取らないから。なるほど、なんか食材のためのお金なんかな。くそ。その間近くに立っていたこの猫は、居場所の雰囲気の重さに気まずさを感じていた。あ、二人とも帰って行ってみたい。何だったんだろう今の。最初はすごく穏やかでいい雰囲気だったのに、お金を見た途端すごく険悪な感じになったね。そうですね。女の子からしたらお金で解決しようとしてるのみたいな、そんな感じのあれだったような気がするけど。もしや修羅場というやつだったんでしょうか。修羅場、あの先輩としんのすけが付き合ってるってこと。いや、
まだ確証はありませんが、ただごとじゃないことは確かです。そうだな。一体二人の間に何があったんだ？よくわからないけど、しんのすけくんのドッペルゲンガーの動機には、あの先輩が関係してるかもしれないね。ボーイッシュ先輩。ボーイッシュ先輩が。私もそう思う。あのしんのすけくんが泣いていたし。じゃあ、二人の間に何があったのか調べてみる？そうだな。ですが、今日はもう夜も遅いので、調査は明日にしましょう。了解。翌日。ゲーンゴーンゴーンゴーン。なんか今日のチャイム、全力だな。さて、それでは早速二人について調べていきましょうか。先輩、美人な先輩だよな。金だな、めっちゃ大金、めっちゃ熱いな、そう見たら。100万、200万ぐらいありそうな感じの束やな。さて、先輩と話していたしんのすけ、羨まな感じやけど、どうこしらべればいいよ。また関係ないところに目がいっちゃったよ。思った、お前いつもここおるな、なんか。ああ、運動ぐらい女子っていいよな。え？思ったが、また変なこと言ってる。どうしたの？突然。部活終わりに運動部の女子を見かけることが多いんだけど、いつ見ても元気だし明るいし、運動部の彼女ができたらきっと毎日が楽しいんだろうな。なんかさ、思ったってさ、全国のモテない男子のことを代弁してくれてるようなキャラクターだな。まあそれは人によるとは思うけど、そんなことしてる場合じゃない、早く調査に戻らないと。相変わらずだね。あ、ここで一旦ちょっと作戦会いいか。今日はしんのすけくんと一緒に行った先輩を探しに行きましょう。彼女に会ってしんのすけくんと何があったのかを聞き出すんです。そうだね。よし、今日は先輩に話を聞きに行くんだよね。まだ放課後になったばかりだし、学園のどこかにいるかも。探してみようよ。そうだね。そういや、どうした？あの先輩、結構可愛かったよな。わかるか。俺もそう思うとった。ボーイッシュな女の子大好きなんだ。それにスタイルも結構良かったし、確かに。胸そこそこ大きかったし、下半身もむっちりした。そんなこと言ったら女の子かな。せつけさん変態みたいな、キモいとか言われそうな気がするけど、なんか運動でもやってんのかな。部活終わりのさ、片付けしよったよな、前。もしかしてキスケ狙ってるの？まさか、もししんのすけの彼女だったら僕を恋されそうだし。まあそれは確かに仲良さそうだったよな。そういや、早く先輩を探しに行こうぜ。そうだね。なんかこのさ、どうでもいいけど、これがすごい気になっとったんやけど、何これ。体操服。え、これ女の子だったら盗んでいったら、くんかくんかで、あれルイちゃんのだったん。何ちょっとお前ムラムラしてんだ、おい。信行、お前。シール、猫のシールもあるんじゃ。ああ、なるほど。怒っとる猫のやつや。こんな細かいところにもこういうギミックあるんやな。学校内におるかもしれんのか。どこだろう、だとしたら。校庭か？お、なんだ？あれは、陸上部の人たちみたいですね。あ、でも、先輩確かになんか、体型的にスラッとしとったけんさ、短距離走とか向いてそうやもんな。長距離走とかそういう走る系が向いてそうな感じやったもんな。そうかな。あ、
行ったわけではないんじゃ。行ったわけではないんじゃ。ねえ、あのユニフォーム、昨日の先輩が着てた服に似てない？ユニフォームだったんじゃ。確かにそうかも。とりあえず話を聞いてみましょう。すみません。え、何君たち。僕たち少し人を探してまして。帽子をかぶっていて、黒髪ショートの先輩なんですけど。それってもしかして、さゆりのこと？さゆり？ほら、向こうにいる子、陸上部のマネージャーなの。あ、マネージャーだったんじゃ。選手ではなかった、選手じゃなかったんかい。選手っぽい体型っていうかさ、スラッとした走る系の競技に向いてそうな感じの体型だったけどな。あ、鍛え上げた体ってわけじゃないんじゃな。だってさ、あ、でもスカートか。でもスカート履いとうもんな、よう考えたら。走る系の種目なのにさ、こんなスカートつけとるわけないよな、よく考えたら。そうやな。あ、いたいた。あの人です。あの人は陸上部のマネージャーさんだったんですね。でもなんだかマネージャーというより選手っぽいけど、確かにそうはそうなんよな。何なんだろう、もしかして何か怪我とかがあってマネージャーに転向したみたいな、そういう感じもあるかもしれない。ああ、さゆりは少し前まで選手だったわよ。でも最近突然マネージャーに転向したんだよね。マネージャーに転向した？転向は転向やけど理由が分かってないんじゃ。あの感じからしたら怪我とかでもないんじゃ。そうなの、突然だったし私たちもびっくりしたんだから。理由は何だったんですか？詳しいことは後ろにも教えてくれないんだよね。せっかくさゆりはすっごく足が速くてうちのエースだったのに。そんなにすごい選手だったんですね。でも前から記録が伸び悩んでて、そのプレッシャーでやめちゃったんじゃないかってみんな噂してるわ。なんか練習に身が入らんようなことがあった。あ、それがあれか、しんのすけくんとのなんかやりとりの関係かもしれんな。そうなんですか。みんなどうかしての？あれ、その子たちは鎌倉さゆりか、3年生。焼けた肌を見るに相当練習してるのだろう。ショートカットはよく似合っていて可愛い。こういう子が男子には一番モテる。わかってるな、信行。そうな。ちょっと肩のところが焼けてないあたりがまたキュート。なんかさゆりに話があるんだって。私に？一体なんだろう。すみません、部活中に。私に話って一体どうかしたの？担当直入で聞きますが、昨日しんのすけくんと一緒に公園にいましたよね。見てたの？はい。私たちしんのすけくんのクラスメイトなんですけど、昨日何があったのか少し気になって。ちょっとあまり人に話したくないことだったかな。あれは、その、なんでもないの。そこをなんとか。だから、本当になんでもないってば。お金をもらっていたのに、なんでもないって言えるんでしょうか。あなたたち、そんなところまで見てたの？はい。それはもう、ただごとじゃない雰囲気でしたので、つい。何か、しんのすけと人には言えない関係だったとか。何それ、どういう意味？いや、何でもねえっす。ちょっと強く出れない、景色区が強く出れないところ、オーラがあるね、このさゆりさん。まさか、しんのすけくんに暴力を振るわれたとか。彼、結構危ないヤンキーだったみたいですし。もしかして昨日受け取ったお金はその一緒量なんじゃないですか。それは違う。しんのすけは私に暴力なんて。じゃあどうしてお金をもらっていたんですか。それは
もしかして、口止めされてるんですか？大丈夫ですよ。何かあったら、僕たち浮かうとぶが守りますので、うさんくさいからな。よそから見たら、オカルト部って割とうさんくさい集団に見えてると思うけどな、お前。さっきから適当なことばっか言わないで。あなたたち、しんのすけのことをよく知らないくせに。しんのすけは、ごめんなさい。私、もう行かなくちゃ。まだ全然さ、どういう関係で二人がおるのか、わかったもんじゃないな。ちょっと待ってください。ついてこないで。なかなか二人の関係が見るけんな。これじゃあドッペルゲンガー、しんのすけがドッペルゲンガーだとして、そのドッペルゲンガーを追い詰める方法は、手には入らん。行っちゃったね。一体、いいものは？やはり、さゆり先輩としんのすけくんの間には何かがあったみたいですね。彼女の証言によると、どうやらしんのすけくんに暴力を振るわれたということはなさそうです。ああ、かなり否定してたもんな。だけど、じゃあなんでしんのすけのやつ、昨日あんなに泣きながら謝っていたんだ？それにお金まで渡してた？なんか今あのマリちゃんのこの一休さんのさ、ポクポクポクみたいなポーズなんなのそれ。やっぱりなんか異様だよ、あの二人の関係。そうですね。しんのすけくんの方にも話を聞いてみる必要がありそうですね。よし、じゃあ早速。その時だった。猫一個、今の一時始終見とったんか。絶対証拠足りねえって。このゲームあれか、証拠どこ、証拠の割合低いな。尋問がほぼ全てみたいなところあるじゃん。そういうゲームか。はい、時間だぜ。なんかお前さ、僕の夏休みのおじさんみたいにさ、きっぱりさ、もう晩ご飯はできてまーすみたいな感じで引き上げさせるな、お前。この声は。さーて、ドッペルゲンガー隊長時間がやってきたぞ。絶望裁判を行いますので、絶望プリズンに来てもらいます。え？もう？もう少し待ってくれ。あと少しでドッペルゲンガーの動機が迫れそうなんだ。ダメだ。もう待ってる余裕なんてね。あとは絶望裁判で解き明かしてください。そんな。じゃあ、絶望プリズンへご案内だ。わあ。また不安だよ。大丈夫かよ。もう裁判の時間か。少し時間が足りませんでしたね。少しどころじゃない気がする。あと少しで、しんのすけくんの動機のヒントがつかめそうだったのに。おいおい、お前ら僕ばっか言うなよ。あとは絶望裁判で、なんとかしてくれよ。なんとかって、そんな無責任な。それでは、今度もよろしくお願いしますね。それじゃあ、ドピロゲンガー退治、開始だ。お前ら、俺のさ、苦労が分かって言ってんの。前回とね、割とさ、推理外しまくってる俺の存在分かって言ってるのか、お前。